はい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 、皆さんこんばんは、ガミです。僕は今いつもの田端駅に来てるんですが、今回この動画は大晦日の東海道新幹線に乗ってきたっていうことでやっていきたいと思います。今日は12月31日大晦日なんですよね。崖の使いを見てる途中に抜け出してきたっていうことなんですけど、大晦日の新幹線ってどれぐらい人が乗ってるかっていうのは、これ結構前から気になってたんですよね。帰省ラッシュって昨日がピークだから、夜中に新幹線に乗って帰省する人なんてまずいないとは思うんですけど、さあ果たしてどれぐらい混んでるか見ていきたいと思います。じゃあとりあえず新幹線の切符を買いましょう。はい、じゃあ切符を買いましょう。自由席で、新幹線自由席で東海道新幹線の、今回は小田原まで乗ります。で本日の大人1人ということですね。乗車券の区間をお選びください。乗車券の区間、帰りは、なんだこれ、あ、こういうことか。帰りはいりません。電車の車内が広く空いているところでございます。ご乗車の際、足元にお気をつけください。東京駅です。まあ、人は少ないですけど、まあ、さすがに乗る人は何人かはいますね。まあ、夜中のこだまだから、そこまで乗る人は確かにいない感じですよね。Smoking is not allowed on this train, except in the designated smoking room. 本売の営業、自動販売機の設置はございません。あらかじめご了承ください。発車まで6分少々ございます。お席を離れる。2号車には誰も乗っていないんですね。いや、誰も乗ってない東海道新幹線って相当新鮮ですよね。日本一のドル箱路線がまさかの空気輸送ですね。Thank you.
東京駅発車の時点でこの2号車には誰も乗ってきませんでしたね。まもなく品川ですが、品川からは乗ってくるんじゃないかな。やっぱ品川からは結構乗ってくる感じなんですね。小田原です。まあだいたい1車両に10人乗ってるか乗ってないかっていうぐらいの乗車率でしたね。まあ大晦日の夜中の新幹線なんてこんなもんですよね。じゃあこの動画はここで終わりにしたいと思います。じゃあご視聴ありがとうございました。